皆さん、こんにちは。ユーティリティへようこそ。今日は、全く新しいエミュレータブルースタックス5を使用して PC で黒い砂漠モバイルをプレイする方法をご紹介します。黒い砂漠モバイルをプレイするためにおすすめの Android エミュレータであるブルースタックス5により、簡単にダウンロードとインストールを行い、キーボードとマウス、そして Windows PC の大画面でゲームを楽しむことができるようになるでしょう。では、早速ですが、ご紹介しましょう。まず最初にすることは、お気に入りのブラウザを開くことです。好みのものを開きます。緑色でハイライトしている URL にアクセスしてみましょう。すると、画面に表示されます。この動画の説明と最初のピント止めされたコメントにリンクを追加しただけなので、入力する必要はありません。ユーティリティのウェブサイトにたどり着きました。ここには、ノートパソコンやコンピュータで黒い砂漠モバイルをダウンロードする方法についての詳しい情報が掲載されています。少しブラウズして、PC でダウンロードするボタンをクリックするだけです。このリンクをクリックすると、ブルースタックスのサイトにたどり着きます。これは、PC でゲーム黒い砂漠モバイルを楽しむために使用する Android エミュレータで、慌てることはありません。もちろん、このエミュレータを使用することには、いくつかの利点があります。次に、緑色でマークした、ブルースタックスでプレイするというボタンをクリックすることで、黒い砂漠モバイルをダウンロードする準備が整いました。手順は、このボタンをクリックすることです。そして、ダウンロードの動作がすぐに開始、および終了します。ここにあります。これがダウンロードです。実行可能ファイルです。次のステップは、インストーラを起動するために、ファイルをクリックします。Windows 10を使用している場合は、コンピュータに変更の許可を求めるメッセージが表示されますので、はい、を選択しましょう。インストーラーを見やすくするために、インターネットブラウザを小さくしています。インストーラーはとても簡単です。インストールと、セットアップパスの2つのオプションがあります。セットアップパスが実際に何をするのかをご説明します。これをクリックします。そして今、エミュレータがインストールされるパスがここにあることに注意してください。これをより適切に変更したい場合は、参照、オプションをクリックして、別のフォルダを選択し、ご希望の場所にエミュレータをセットアップする必要があります。このままにしておきたい場合は、戻る、をクリックします。つまり、単純にインストールをクリックします。出来上がりました。セットアップが開始され、コンピューター画面に表示されるこれらのミリバールのダウンロードが続行されます。あなたのハードドライブに保存した後、多かれ少なかれミリバールになる可能性があります。ダウンロード速度は、インターネットの速度とエミュレータのサーバーの速度に応じて、高速または低速になることもあります。すぐに、そして、すごい速さで進行していきます。ダウンロードが終了すると、今度はインストール段階に進みます。ブルースタックス5を使用すると、ワンクリックでRAM使用量を削減することもできます。パフォーマンス関連の問題に直面した場合には、特に役に立ちます。さらに、エコモードを有効にして、CPU 使用率を 87% 削減し、GPU 使用率を 97% 削減し、マルチタスクをより簡単に行うことができます。ご覧の通り、ブルースタックス5は長時間のゲームプレイでも安定したパフォーマンスを発揮できるように設計されています。インストールはすでに完了しています。この時、たまたまエミュレータが瞬時に起動することがあります。お気づきのように、ここの下には、右に進むプログレスバーがあり、エンディングに達すると、エミュレータが初めて起動されます。実は、エミュレータはすでに起動されています。ここで初めて登場します。先に進む前に、ご覧の通り、この PC のデスクトップ上に2つのアイコンが作成されました。ブルースタックスとブルースタックスマルチインスタンスです。ブルースタックスのアプリのアイコンが私たちの関心事項であることに注意してください。我々はラップトップやコンピュータ上で黒い砂漠モバイルを起動する場合は、この特定のソフトウェアアイコンをダブルマウスでクリックして、エミュレータを実行します。ブルースタックスマルチインスタンスアイコンを使用すると、複数のエミュレータインスタンスを起動することができます。このように、Google Play が起動しますので、サインインする必要があります。そして、Play Store をクリックするだけです。ご覧の通り、Google Play が開始されます。そこでサインインする必要があります。現時点では、ここの工程に差し掛かると、すぐに次のフェーズを実行する必要があり、これは必須です。
サインインをただクリックするだけです。この時、情報をチェックしていますと表示されます。時々、チェッキングインフォで止まってしまい、続行されない場合があります。その場合は、数時間後にログインしてみると、ほぼ間違いなく解決します。この時点で、E メールとパスワードを入力します。E メールは、G メールのメールアドレスであり、そのパスワードが必要となります。例として、現在、ご自身の使用している YouTube アカウントと全く同じメールアドレスを利用することができます。したがって、情報を入力していただき次第、次の手順へ進んでいただけます。以上で、詳細が表示されます。これは、Google が私たちを歓迎し、利用規約を提示しているのです。同意するを押して、利用規約に同意する必要があります。その後、Google のクラウドにバックアップすることが可能になります。チェックしたままにしておくと、そのデバイス上のデータファイルのバックアップが Google ドライブに生成されます。今回は選択しませんが、皆さんがこの機能を活用したいのであれば、任意で選択してください。Google Play Store が自動で瞬時に起動します。ゲームをインストールするには、緑色で指定されたアプリのアイコンをクリックして、エミュレータのデスクトップに移動する必要があります。このエミュレータのデスクトップに、ゲームのインストールボタンがあるのがわかります。このボタンをクリックします。ここで、テレビゲームを手に入れました。緑色で表示されているインストールボタンをクリックしてみませんか。したがって、セットアップを開始します。この時点で、あなたの PC にダウンロードし、Android のゲームをインストールします。通常は時間がかかるか、非常に早い場合があります。インターネット環境によって異なります。これでセットアップは完了です。エミュレータのデスクトップに戻り、緑色でハイライトされているボタンを押していただき、黒い砂漠モバイルを初めて使用します。次に、エミュレータデスクトップに移動し、用意された新しい黒い砂漠モバイルアイコンをクリックします。このテレビゲームは初めて発売されました。画面上のどこでもマウスクリックができ、キーボードも利用できます。エミュレータの音量レベルについてご説明させていただく必要があります。それは、音量台のアイコンと音量小のアイコンがあります。こうすることで、Microsoft Windows のボリュームを使ってエミュレータの音を大きくしたり小さくしたりすることはございません。体験を最大限に楽しむだけでなく、大画面をオンにすることもできます。これには2つの選択肢があります。緑色で示したアイコンをマウスでクリックすると、モニターが最大化されます。すると、モニターが最大化され、上部に1つ、右側に1つ、下部に3つ目のボーダーが表示されます。テレビゲームを全画面で体験したい場合は、このソフトウェアアイコンをクリックします。すると、フルスクリーンモードでゲームを楽しむことができます。フルスクリーンモードを停止するには、F11 キーをクリックするだけです。そして、現在は通常の画面モードになっていると思います。ここでは、非常に便利なコンピュータのキーボードマッピングをご紹介させていただくことにしました。このようにして、私たちは間違いなくはるかに、楽にゲームを利用できるようになります。まず、このアプリのアイコンを押すことです。次に、必要な構成を取得します。今回は通常の設定のままにしておきますが、調整する場合があれば、問題なく行うことが可能です。当然、エミュレータは完全に我々の言語で書かれています。しかし、場合によっては、誤った言語、例えば中国語でエミュレータが起動されることがあります。そこで、正しい言語に設定をするために、ここで歯車アイコンに移動します。次に、追加設定、内で、言語、のドロップダウンをクリックします。日本語、英語、北京語など、好きな言語にすることが可能です。言語が決まったら、それを保存し、エミュレータを再起動すると、次回ゲームを起動した時には、もちろん選択した言語で表示されます。現時点では、もう一つ考慮しなければならない要素があります。それは、新しい電子デバイスが自分の Google アカウントと関連付けられたことを示すメッセージを Google から受け取ることです。その電子デバイスを接続したのが私たち本人であるかどうかを確認する必要があります。もちろん、エミュレータは Android の電子端末をエミュレートしているので、問題はありません。次に、どの電子デバイスがエミュレートしているかを見つけるに、ここの歯車アイコンまで行き、それをクリックするだけです。そして、モデルを選択します。ここでは、このエミュレータはサムスンの携帯電話をエミュレートしていることがわかります。
そのため、新しいサムスンのデバイスが Google アカウントに接続されたというコメールが届きます。以上、皆さん、今回のトレーニングはここまでです。皆さんのお役に立てると思っておりますので、気に入ってもらえたなら幸いです。もし気に入っていただけたのであれば、いいねを押して、チャンネルを登録してください。もしフィードバック、質問、アイディアがある場合、下のコメント欄に入力してください。私の Twitch のチャンネルでコメントすることもできます。私は時々ライブストリームをします。ビデオの説明と最初の固定コメントの下にリストされています。コンピュータの画面に表示されているトレーニングビデオのいずれかをクリックするだけで、今後のテレビゲームのビデオでまた楽しく遊びましょう。以上で、失礼いたします。